たでなる優勝逃すもエバートンに意地の逆転勝利。プレミアリーグ最終節アーセナル VS エバートン、冨安スタメン。坂の代わりがいないのが気になってたが、最後の最後にベンチにもいないなんて。坂は怪我でベンチ外、マルティネッリ、久々のスタメンで見せてくれ。トミーのゴールでアーセナル逆転優勝頼んます。アーセナルは来季右ウィングの補強必至やね。40分エバートン1点目ゲイ。はい終わり。結局例年のアーセナルに戻るのくさ。して2点リード、もう終わりやね。最後の最後でライスのやらかしは見てられない。優勝より、最後は勝って終わらせること大事だよ。43分アーセナル1点目、冨安健洋。きたー。激アツ。冨安半端ないって、あいつ半端ないって、優勝のかかる大事な最終節に貴重な同点ゴール取るもん。そんなんできひんやん、普通。ハム1点返した、奇跡起きるぞこれガチで、おい。マガラン負傷交代、冨安センターバックへ。マガラン心配、ここに来て冨安センターバックか、頼むよ。まさか最終節でセンターバック冨安があるとは。冨安センターバック、最終節いろいろありすぎ。ここで冨安センターバックが実現するのか、これで良ければ来季もセンターバック起用が何試合かありそう。88分アーセナル2点目ハバーツ。ハバーツ来たー。ウーデボール、うっめーな。そして決めるハバーツ。ハバーツでアーセナル逆転、プレミア面白いな。勝たせてくれてありがとうハバーツ、ジェズス。そして2-1で試合終了。負けなかった、これが財産になると信じて。しては強かった、アーセナル晴れること全部やった。来季の課題が全部見えた試合だったね。点決めれるセンターフォワード、坂の控えの右ウィング、サリバマガランの控えのセンターバック、足りないピース。2期連続で泣くのきついって。悔しい、泣きたい、来季こそ優勝だ。